吉谷さん、腹をくくるという言葉のですね、対語があるとしたら、往生際が悪いということなのかもしれないですね。やっぱりね、一部例外は除くわけなんですけども、ちょっと表現にも気をつけないといけないと思いますけども、お金に困ってる人が一番お金の問題解決しなければならないのに、お金に困ってる人はお金の問題解決しないんじゃないかなと思うんですよ。で、どちらかというとお金の問題解決をした人の方がお金のことについてものすごくね、それからも真剣に考えて、しかも自分のことではなくて自分以外の人のお金の問題解決することに一生懸命になってるんじゃないかなと思うんですよ。で、そう考えると、やっぱりね、そのやらにはしょうがないことをできないという言葉でもう完全に切り離して、自分がやらなくてもいい状態で、あぐらをかいてるというかね、傲慢になってるようにも感じることがあるんですよね。これね、もちろん社会的弱者と言われるね、一部の方を除きますよ。でもですよ、やっぱり何か策はあるんですよ。で、はばかりながら私もね、最初からこうだったわけじゃないですからね。ニッチもサッチもいかない状態があって、やべえなと思って真剣に考えて、全てにおいて片足をなくす覚悟でやった結果、今に至るわけなんですよ。ですんでね、真剣に本当にお金が欲しいと思うんだったら、私はだからやっぱりね、冗談じゃなくって肝臓を売れるところまで考えたぐらいですよ。この今の時代にね、肝臓を買い取ってくれるようなそんな人にどうやって会えばいいんだ、紹介してもらえばいいんだ、しかもそういうところは怖くないかなとか、手術中にとんずらこいてそのまま放置されないかなとかね、真剣に考えるわけですよ。そこまでしろとは言わないですけども、そこまでしなくてもいいわけじゃないですか。特に今、その何度も言いますけども、情報発信によってお金を稼ぐことができるのに顔出ししたくないとかね、誰もが YouTuber になれるわけじゃないとか、誰もが成功できるわけじゃないって言って、やってもないのにそれが出るわけですよ。とことんやってみてですね、もう血も出ないところまでやってみて、誰もが成功できるわけじゃなかったんだっていうならまだしもですね、なんですかね、みかんの皮を剥きもしないで酸っぱそうだとか言ったりね、空に木の上になっている柿を食べもしないで、あれは渋柿だから取らなくてもいいよっていうふうに言って、結局じゃあ何をしてるんですかってことですよね。グダグダ言ってるだけで、うまくいった人は妬んでね、で一生懸命金持ちになって社会貢献して人の悩みにまでぶつかっていってる人に対してものすごい悪態をつくみたいなね、まさに社会を敵視して社会の足を引っ張っていって、頑張ろうとしている人の気合を削ぐようなことばかりしている、そういう人がもしいるんだったらね、非常に寂しいなと思いますし、それで幸せを感じれるんだったらいいんですけども、それをやって結果より不幸になってるわけですから、立ちが悪いですよね。ですんで、私は往生際が悪いというふうにならないように常に腹をくくってね、これをやって結果がそぐわなくても精一杯やったらもうそれで完全燃焼だよと、明日のジョーだよと思えるところまで何もかもやっていこうかなと。で、そうしたらね、そうやったらそこまで腹くくったら、他のライバルなんて本当にね、生半可で甘っちょろいんで、どうってことないってことにね、私は見えたんですよね。これは本当に傲慢に聞こえるかもしれませんけども、いや俺ほどやってねえだろみたいな思いますよね。私に負けた人は多分私までやってないと思います。これはね、私は心の中でボクシングに例えるんですけども、苦しいトレーニングや苦しい減量に俺ほど耐えてリングに上がったやつはいないだろう。だから対戦相手が甘っちょろく見えますね。俺ほど苦労してねえなと、俺ほどトレーニングしてねえな、俺ほど減量してないなみたいなね、そんな感じでございます。で、それが YouTube の本数とか、それからサイトの作成とかね、それからなるべく人と会って話すとか、自分以外の人の悩みに耳を傾けるとかってね、その回数には及ばないんじゃないかなと思いますね。今日の相場解説もうまくいってるな。グッドラック。